はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回はね、ちょっとあのリサイクルショップでね、あのスピーカーのねボックスを探してたんですよね。これね、ちょうどもうあのなんかデザイン的にもねいいんでね、まあ綺麗だったんでね購入してきましたね。金額はね580円でしたね。でね、まあこれ中バラしてね、スピーカーのボックスだけがね欲しかったんで、とりあえず買ってきましたけど、14センチですね、幅がね。高さが21センチですね。奥行きがまああの15、16センチ、16センチぐらいですかね。いいんでね、買ってきましたね。割とね綺麗だったんでね、はい、一応ねあのメーカーはね三洋ですね。スピーカーシステム SXDA の、80でしょうかね。6ワット入力ですね。インピーダスは4オンということですね。スピーカーはね、なんかあの10センチのスピーカーついてますね。結構ね、なんか昔懐かしいね、この振動板の小さいねあのスピーカーついてますね。これまたね、なんかこうあの AM ラジオかなんかね、アンティークのやつ作った時にね流用できそうなスピーカーですね。ということでね、まああのバスレフポートとですね、これはね何もね穴が開いてないんでね、ただ単なる飾りですね。ちょっとねスピーカーをのけてみますね。スピーカーはねこんな感じですね。中はね、ちょっとお分かりになりますかね、こんな感じでしょうかね。まあ何も入ってないですね、吸音材とかね。いうんでね、ちょっとね音を鳴らしてみますね。はい、ということでね、まああの思った以上にねよくなりましたね。まあちょっと若干ねあの箱のねあの共鳴があるのとね、ちょっとあの高音が足りないかないうことでね、あのこの間ねちょっと作ったこのペットボトルスピーカーですね、こいつをねちょっとあのツイッター化しましてね、ちょっとコンデンサー 3.3 マイクロファラットのね無極性のコンデンサー1個ねあの入れましたね。でね、これでちょっとね、鳴らしてみましたんでね。ということでね、まああの結構ねツイッターを追加してね鳴らしてみると結構使い物になるんでね、うん、ちょっとね今後のこの立ち位置をねちょっとね考えたいと思いますね。本日はね以上になります。ありがとうございました。失礼します。